新聞がね2日溜まってると必ずそういううちは全部声かけるようにしてるの。新聞を売るんじゃなくてコミュニティを売ってるっていう感じです。今年でちょうど112年目になりますかね、名前いただいてから。今は上田市の約 80% が何らかの形でうちとかのつながってるっていう会社です。新聞屋さんがその近所のおじいちゃんおばあちゃんを心配してるのがいいっていう声もあったのね。一通り一通りの路地路地に全部そのネットワークを張っていきたいと思う。その線ではなくて人が歩くネットワークですね。いい家庭を作ろうっていうのが一番最初にあります。会社の会議よりも PTA の会議であったり学校の会議は優先してもいいよというふうに言ってますから。お客さんにとってうちの会社や地区を担当している社員が必要なものになっていかなきゃいけないということですね。